皆様、今日も非適具模型をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画はトミックスさんから発表がありました新製品について非適具の目線で紹介いたします。今回はポスター2枚分の発表がありました。本動画では1回にまとめて紹介いたします。こちらが今回のラインナップです。まずはこちらから、 SL 磐越物語です。今回は C57185機と12系磐越物語おこじょ展望車がラインナップしております。 C57185機は1946年昭和21年に三菱重工業三原製作所にて製造され、新潟機関区に新製配置されました。その後新津機関区に転属するも、一貫して新潟県内に配属されて羽越本線、信越本線、磐越西線で活躍しました。1969年9月30日、磐越西線での蒸気牽引による最終定期旅客列車を牽引し引退。その後は新津市立新津第一小学校に生体保存されていました。そして1999年には車籍復活し、磐越西線の SL 磐越物語号の牽引機となりました。模型は当初は装備していなかった ATS-P が新たに取り付けられた際に ATS 発電機を大型のものに交換、前面スノープローが通年取り付けとなり、演出ハンドルの交換や煙突部などの装飾がなくなった2024年4月以降の姿が再現されます。ポイントはスノープローを新規製作で再現、デフ裏のリブやヘッドライトレンズの縦線を追加再現、2024年4月の運行から変更された演出ハンドル形状を新規製作で再現、大型化された ATS 発電機を新規製作で再現、キャブ窓は運行時をイメージして開いた状態とし、窓部の肘掛けを再現。模型はハイグレード仕様、ATS-P 搭載により大型化された発電機や通年取り付けとなったスノープローを新規製作で再現。演出ハンドル形状が変更され、煙突、給水温め機などの金色装飾がなくなった2024年4月以降の姿を再現。キャブ窓は開いた状態を新規製作で再現。ハンドレールはプラ部品の別パーツにて再現。前輪はシースルー形状のプレート車輪採用。ナンバープレートは別パーツ付属で、C57185機の黒字が付属されます。ヘッドマークは SL 磐越物語を付属。フライホイール付きモーターをボイラー部の中に搭載。ヘッドライトは上点灯基板装備。本体単水車のヘッドライトは点灯式。補助灯は非点灯となります。キャブ明かり窓は開閉可能。開放デコは別パーツで再現。こちらは前後ともとなります。淡水車の標識灯は一体式で、レンズは別パーツを取り付けずに。重連運転用全部カプラー付属。テンダー用 ATS 車上紙は別パーツで付属されます。特記事項としまして、通過半径 C280 以上となります。製品番号2005と2007は生産中止となります。こちらのモデルは2011 JR C57 型蒸気機関車185機、2025年6月の発売予定です。そして12系磐越物語おこじょ展望車セットがラインナップしております。1999年の C57185機復活に伴い、 JR 東日本の磐越西線に SL 磐越物語号が運転を開始しました。SL 磐越物語号に使用される客車は、坂田リニューアルセンターにおいて、チョコレート色にクリーム色のツートーンカラーに塗装変更された12系客車6両が使用されました。2007年にはリニューアルが施され、塗装が紺色へと変更されます。さらに2014年に2度目のリニューアルが実施され、おこじょ展望車両が登場しました。模型は7両セットでラインナップしております。
ポイントは形状の変わったエンジンを新規製作で再現。分散型クーラーは AU112 の姿で再現。模型は SL 磐越物語流客車の2020年代の姿を再現。スロフ12、スハフ12のエンジンが乾燥された姿を新規製作で再現。スロフ12、102号車のグリーン車、展望車となった姿を再現。スハフ12、101号車のおこじょ展望車となった姿を再現。オハ12、316号車は売店が設置され窓が埋められた姿を再現。スハフ12の車掌室窓の小窓化改造を再現。スハフ12、スロフ12の床下エンジンは別パーツで再現。オハ12、1701号車のクーラーは銀色で再現。分散型クーラーは AU112 の姿でグレーで再現。エチゴムは黒色で再現。磐越物語のロゴ、車番は印刷済み。スロフ12、102号車は TN カプラー装着済み。スワフ12、101号車の展望室側交換用 TN カプラーが付属されます。改装時などに使用する反射板パーツが付属されます。テールライトは上点灯基板装備、新終電システム黒色車輪採用。特記事項としまして、製品番号92877は生産中止となります。こちらのモデルは98892、 JR 12系客車磐越物語おこじょ展望車セット、2025年6月の発売予定です。189系浅間号です。489系白山、 EF63、 EF62、 14系能登と薄い峠の流れで189系浅間号がラインナップしております。189系は183系に薄い峠の EF63 型との協調運転に対応させた形式で、1975年に登場しました。登場から1997年10月に薄い峠が廃止されるまで、主に上野長野間を結ぶ特急列車浅間号として活躍していました。1990年より183系あずさに続き、189系浅間もグレードアップ改造が施され、浅間グレーにアイビーグリーンとホギーグレーの帯を配した塗装となり、後に一般編成も同様の塗装へと変更されました。長野総合車両所の N109 編成はサハ481型からの改造車であるクハ188の100番台、600番台を先頭に連結し活躍した特徴的な編成で、特急浅間廃止後も同軸に残り、編成短縮の上 N103 編成を名乗り、2015年まで活躍しました。模型は5両基本セットと4両増結セットで9両編成を組成できます。ポイントはサハ481型からの改造により登場した先頭車クハ188型100番台、600番台を新規製作で再現。トレインマークは浅間を装着済み、そよ風マリンシティ浅間のヘッドマークが付属されます。模型はハイグレード仕様、アイビーグリーンの色味をより実車をイメージしたものに変更の上再現。 ATS 車上シパーツ付属、トイレタンクは取り付け済み、ドアレール、JR マーク、グリーンカーマーク、車番、禁煙車表示は印刷済み、ヘッド、テールライト、トレインマークは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯。トレインマークはカラープリズムの採用により白色に近い色で点灯。フライホイール付き動力、新終電システム、黒色車輪採用、M13 モーター採用。クハ188の602号車の運転台側は TN カプラー SP を装備。クハ188の102号車の運転台側は連結付きカバー付きダミーカプラー装備。各連結面側は配管付き TN カプラー SP が標準装備となります。また補修部品として JC7263 がラインナップしております。復元バネがスプリング式となった密連型 TN カプラー SP の補修部品、183、189、
4%5、4%9 の運転台側に使用する TN カプラ JC6390 よりもアームが長い仕様となっております。突起事項としまして、924349243592436942437は生産中止となります。こちらのモデルは98596 JR189 系特急電車長野走行車両所 N109 編成浅間、基本セット5両98597同増結セット4両。こちらが2025年4月の発売予定。そして JC7263 密連型 TN カプラー SP0617M13 モータータイプ2、こちらは2025年5月の発売予定となっております。続いては北海道仕様のキハ82系がラインナップしております。北海道でのキハ82系は1961年から北海道初の特急列車として運転された大空号からです。その後函館札幌間には北斗、小樽経由で函館旭川間の北海、函館網走間の大鳥、札幌網走間のオホーツクなど道内すべての特急列車で運用されました。またキア82型900番台は20日電車化後のキロ80型初期車をもとに先頭車が改造された車両で、側面窓はグリーン車時代の小窓そのままの姿が特徴で、大宮工場で2両が改造され901、902それぞれ各地転属した後、後年は2両とも札幌運転区で揃って配属となり、北海道のキア82の特徴的な車両でした。模型は4両基本セットとキア82900番台の入った4両基本セット、3両増結セット、そして単品でキア82、キア80のモーター車とトレーラー車がラインナップしております。ポイントとしましては製品番号97201基本セットに入るキア82型900番台はキロの面影が残る小窓が並んだ姿を新規車体で再現、各基本セットに入るキロ80型は屋根上にある青函連絡線運行状況などを把握する無線用アンテナを配管はモールド、アンテナ本体は別パーツで再現、キロ80型の車掌室窓は製品番号97200基本セットは内開きに改造された車両を、97201900番台を含む基本セットは改造されてない原型窓の車両を再現、97202増結セットに含まれる騎士80型は北海道所属者に見られた乗務員用窓が増設された車両を再現、各キア82型乗務員扉窓は北海道車特徴のタブレット保護格子を印刷で再現、模型は全製品の共通事項としてハイグレード仕様、ドアレールは銀色を印刷、車番は選択式で転車シートは各基本セットおよび7439単品に付属、各基本セットおよびキア80型モーター車単品の動力車はフライホイール付き動力 M13 モーター採用、新終電システム黒色車輪採用 TN カプラ SP 標準装備、製品番号97200972017439のキア82型の共通事項としまして、ヘッドテールライト前面表示部は上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、電球色 LED による点灯、前面表示部はカラープリズムの採用により白色に近い色で点灯、前頭部のジャンパー線ホースは別パーツで再現、ヘッドライトリムは900番台は銀色、それ以外はクリーム色で再現、97200基本セットについてはキア82型は両車とも当初よりクーラー5台搭載した後期型で再現、キロ80型の車掌室窓は北海道特有の内開きに改造された車両を再現、前頭部貫通扉の渡り板は交換式で、函館所属のグレー装着、札幌所属のクリーム色を付属、交換式トレインマークは印刷済みパーツ大空の文字、北海のイラストを付属されます。97201900番台の入ったセットについては、キ
1982型は改造車の900番台とクーラーが増設された初期型で再現。キロ80型の車掌室窓は原型窓の車両で再現。札幌所属のキア80に900番台により貫通扉渡り板はクリーム色を装着。交換式トレイマークは印刷済みパーツ、大空の文字、オホーツクの文字を付属。オホーツクは太めの文字と赤文字の2種を付属。97202については、97200か97201の各基本セットと組み合わせることで、キア82系で食堂車の騎士80が入った標準的な7両編成が再現できる増結セットとなります。単品の7439については、当初からクーラーを5台搭載した後期型で再現。前頭部貫通扉の渡り板は交換式で、函館所属のグレー装着、札幌所属のクリーム色を付属。トレインマークは大空の文字を付属。7440キア80モーター車については、編成長及び走行条件で2動力車化にする場合に使用できる動力搭載のキア80型単品。7441キア80のトレーラーについては長編成などの再現に使用できる動力なしのキア80型単品が入ります。特記事項としまして92573、92574、98269、98270、8468、8469、8470、9421は生産中止となります。また特性の違いにより M13 モーター以外の動力車との連結は避けてくださいとのことです。こちらの商品は97200国鉄キハ82系特急ディーゼルカー北海道仕様基本セット4両、97201同北海道仕様キハ82900番台基本セット4両、97202同増結セット3両、7439国鉄ディーゼルカーキハ82型後期型北海道仕様、7440国鉄ディーゼルカーキア80型モーター車、7441同トレーラー、それとトレインマーク0858、トレインマークキア82系用文字 A、 0859同イラスト、すべて2025年4月の発売予定となります。続いては登場時の E3 系2000番台です。E3 系は1997年開業の秋田新幹線用として開発され、1995年より0番台の製造が開始されました。その後1999年に山形新幹線新庄延伸用として1000番台がデビュー、そして2008年からは400系翼を置き換えるべく2000番台が登場しました。新幹線区間ではE2 系や E5 系と並結して走行し、最高速度は275キロの高速運転が可能となっています。登場時はシルバーにグレーとグリーンの帯の塗装でしたが、2014年4月からクリームとパープルの新塗装に変更となりました。模型は登場時の塗装で7両編成セットでラインナップしております。模型は E3 系のうち登場時塗装の姿を再現、7両フル編成セットとなります。 E2 系などと連結する E311 の運転台側は T のカプラー装備、ロゴマーク、号車表記は印刷済み、車番は選択式で転写シート付属、ヘッド・テールライトは上点灯基板装備、 E311 はオンオフスイッチ付き、可動式パンタグラフ装備、フック U 字型通電カプラー採用、可動ホロ装備、 M13 モーター採用、フライホイール付き動力新集電システム銀色車輪採用。特記事項としましては、モーター特性上 M13 モーター以外を搭載する車両との並結は避けてくださいとのことです。92891、92564、92565は生産中止となります。そして別売りの0283PS206 パンタグラフ赤色に交換すると復刻塗装となった L65 編成が再現できます。ただし一部実車と形状表記内容が異なる箇所がありますとのことです。また新幹線区間で連結する E2 系増備型も M13 モーター採用で発売予定となっております。こちらのモデルは98897、
JR E3 系2000番台山形新幹線翼搭乗機塗装セット7両2025年4月の発売予定。そして0283 PS206 型パンタグラフ赤色2個入り2025年5月の発売予定です。続いて JR 西日本さんのキハ120から300番台の更新車で関西線と高山線がラインナップしております。キハ182型は JR 西日本に継承された国鉄型機動車を置き換えるべく1992年より製造されました。番台区分は車体が鋼製でセミクロスシートの一次車200番台、車体がステンレス製でロングシートの0番台、ステンレス製でセミクロスシートの300番台が在籍しております。2017年頃より順次リニューアル工事が施工されております。模型は300番台のモーター車とトレーラー2両編成で関西線色と高山線色がラインナップしております。ポイントはキハ120型300番台更新車を新規製作、室内と標準装備 M13 モーターを採用、前面表示部は点灯、常時点灯となります。表示部は選択式でシール付属、出荷時はブランクです。 LED 化された前照灯を再現、フォグライトはカラープリズムにてオレンジ色に点灯、関西線高山線の特徴あるスカートを再現、高山線の前後左右で異なるデザインを再現、また床下機器パーツも新規製作されます。模型は共通事項として体質改善工事のされた姿を新規製作で再現、車板前面のワンマン表示は印刷済み、前面一部側面表示部は選択式でシール付属、ヘッドテールライト室内灯は上点灯基板装備で、ヘッドテールライトはオンオフスイッチ付き、ただし前面表示部は常時点灯となります。ヘッドライトはカラープリズムにてオレンジ色と白色の点灯を再現、テールライトは赤色 LED による点灯、室内灯標準装備 TN カプラ SP 標準装備、新終電システム銀色車輪採用、 M13 モーター採用、ミニカーブレール走行可能。98143関西線のセットは関西線亀山鴨間で活躍するキハ120型300番台を再現、トイレの設置により窓埋めされた姿を再現、スノープロなしで延長されたスカートを再現。98144高山線のセットは高山線富山日の谷間で活躍する富山地区のキハ120型300番台を再現、体質改善工事のされた姿を新規製作で再現、 JR マークは印刷済みとなっております。特記事項としまして98035、98036、98037、98051、98094、98095は生産中止となります。こちらのモデルは98143 JR キハ120型300番台ディーゼルカー関西線更新車セット2両、98144同高山線更新車セット2両、2025年4月の発売予定。そして6823 WDT54N 型動力台車、ただしこちらは旧製品には対応していませんとのことです。2025年5月の発売予定となっております。続いては箱根登山電車から2000型サンモリッツ号と3000型アレグラ号です。箱根登山鉄道では1000型ベルニナ号に続き1989年に2000型が登場しました。2000型は姉妹鉄道提携を結んでいるスイスのレーティッシュ鉄道の沿線にある観光地にちなんでサンモリッツ号という愛称が設定されました。1989年に第1編成2両が登場、1991年に第2編成2両を増備、1993年に中間車2両を増備して3両編成2本となりました。さらに1997年に第3編成3両が増備され3両編成3本体制となりましたが、2004年に第1編成と第2編成の中間車を外して1000型と連結し再び2両編成となりました。2014年には3000型アレグラ号の運転開始に合わせてアレグラ塗装に変更され、3000型1両と並結して3両編成での運転も行われております。
模型は塗装変更以降にヘッドライトの LED 化やシングルアームパンタグラフとなった姿が再現され、2両セットでラインナップしております。またこの2両編成にこの後ご説明する3000型3004号車を連結し、3両編成としてもお楽しみいただけます。ポイントはヘッドライトは LED へと乾燥された姿をイメージし白色で点灯、シングルアームパンタグラフを搭載した姿を再現。模型はヘッド・テールライトは上点灯基板装備でオンオフスイッチ付き、ヘッドライトは白色、テールライトは赤色で点灯。前面表示部は非点灯、行き先シール付属、車番は第2編成の番号を印刷済み。トレーラー車室内はロングシートを再現。モーターはフライホイールなし。従来終電システム銀色車輪採用。運転台側は TN カプラ SP を装備。ミニカーブレール対応となっております。特記事項としまして98006、98007、98061は生産中止となります。こちらのモデルは98148、箱根登山電車2000型サンモリッツ号アレグラ塗装セット2両、2025年4月の発売予定です。続いて箱根登山鉄道3000型は2014年より運用を開始しました。2000型サンモリッツ号と連結することによって、繁忙期には全列車を3両編成とするために両運転台車となりました。名称は姉妹鉄道定期を結んでいるレーテッシュ鉄道が走っているスイスで使用されているロマンシュ語の挨拶からアレグラ号と名付けられました。模型はモーター車とトレーラーの2両セットでラインナップしております。ポイントとしましては、ヘッドライトが4灯から2灯へと変更された姿を新規製作で再現。車番は2019年5月に増備された車両である3003号車と3004号車を印刷済み。ヘッドライト、テールライトは上点灯基板装備で車高板によるオンオフ切り替えが可能。ヘッドライトは白色、テールライトは赤色で点灯。前面表示部は非点灯、行き先シール付属。モーターはフライホイールなし。銀色車輪採用、TN カプラ SP を装備、ミニカーブレール対応となっております。特記事項としまして、92198は生産中止となります。こちらのモデルは98149、箱根登山電車3000型アレグラ号セット2両、2025年4月の発売予定です。次は EF65 貨物オリジナル塗装です。民営化後の JR 貨物では一部の機関車などにオリジナルの塗装を施しており、 EF65 型では21号機、116号機、1059号機、1065号機の4両が国鉄色とは異なる塗装に変更されました。これらの塗装は1059号機を除き1990年代に消滅、1059号機も2009年に引退し消滅してしまいましたが、2024年にはすでに引退していた2060、2065号機のナンバープレートを1059、1065号機に変更した上で当時のオリジナル塗装が復元されました。模型は引退後1990年代の JR 貨物オリジナルの塗装に変更された EF65 型を再現。青色ベースで側面に大きな JR マークの入った1059号機デザインと、白青色をベースに前面にオレンジ色の入った1065号機デザインを再現。屋根上モニターは黒色で再現。エッジゴムはグレーで再現。運転台シースルー表現。前面手すり盾は別パーツで付属。開放デコは別パーツを装着済み。ナンバープレートは別パーツ付属で EF65 の1059、1065青、1065赤が付属されます。ヘッドライトは上点灯基板装備で電球色 LED による点灯。信号円管ホイッスル、ホイッスルカバーは別パーツで付属。フライホイール付き動力、黒色台車枠、黒色車輪採用。プレート輪芯付き車輪採用。ダミーカプラ、自連型 TN カプラ付属、M13 モーター採用。こちらのモデルは97963。特別企画品 JR EF65 型電気機関車貨物オリジナル塗装セット。2025年4月の発売予定。そして0616 M13 モータータイプ1、
2025年5月の発売予定となっております。続いては古川機械金属さんの多機29300です。多機29300型は1976年より製造された濃硫酸専用のタンク車で、古川機械金属、古川工業が所有した車両は主に当初足尾駅を拠点に活躍しました。足尾線の貨物輸送廃止後は小坂鉄道小坂駅を拠点に使用されましたが、2008年の久保鉄道廃止により引退し、現在では多機29312号車が足尾駅にて胴体保存されています。毎年春と秋の一般公開では機関車に牽引されて展示走行を行っております。ポイントとしましては、前後非対称で既存製品とは異なる形状のランボード、製品番号8744、8762とは異なるハッチ形状を再現、模型は古川機械金属が所有した多機29300型を新規製作で再現、1970年代に製造された前期型を再現、車体色が黒色の車両を再現、TR213 型台車を装備した姿で再現、タンク側面にあるはしごやタンク上部のランボードは別パーツで再現、車板は印刷済み、常備液は小坂を印刷済み、反射板パーツ付属、黒色台車枠、黒色車輪採用、特記事項としまして金型の都合上一部形状が実車と異なりますとのことです。そしてトミックさんからは、古川機械金属の多機29300について書かれておりまして、登場から1987年までは足尾駅を拠点に吉原、岳南、藤岡などへの濃硫酸輸送に使用されました。足尾線の貨物列車の廃止後は1990年代半ばまで主に外房線方面で使用され、その後は小坂鉄道小坂駅を拠点として小坂秋田北港の濃硫酸輸送で同和工業の同系車とともに同鉄道の貨物輸送廃止まで使用されました。晩年は主に東北で活躍した同社の多機29300ですが、検査の際には羽越本線、上越高崎、武蔵野線を経由して川崎貨物駅や武蔵野線、東北本線を経由して郡山までさまざまなタンク貨車を連結した専用貨物列車に混ざってやってきていました。そんな多機29300と合わせるのにぴったりの車両をご紹介しますということで、小坂鉄道の DD130 多機29300同和工業、急勾配を DD130 の30連で挑んだ貨物列車が再現できます。また EF65 の0番台は検査で関東に来る際に連結された貨物列車の高崎線、武蔵野線における牽引機の一つですとのことです。こちらの商品は8761、私有貨車多機29300型、前期型、古川機械金属タイプ、2025年4月の発売予定です。最後はエッチオゲージより多機1000型日本石油輸送がラインナップしております。多機1000型は石油類輸送列車の高速化を図るために1993年に登場したタンク車で、古希100系列の FT1 型台車がベースの FT21 型台車を装備し、最高速度95キロでの走行が可能です。各部の軽量化や小径車輪の採用により、従来の多機43000で43、44トンだった積載量が45トンに増加しました。国鉄時代に主力として使用されていた多機9900、35000型や多機43000型の一部を置き換えながら、現在でも製造が継続され、2021年には製造数が1000両を超えました。かつては北海道や関西の一部でも使用されていましたが、ガソリン輸送の減少により、現在では東北、関東、中部地方でガソリン輸送車の主力として活躍しています。ガソリン輸送列車は本形式のみで組成された高速貨物列車のほか、一部にはコンテナ貨車を並結した列車も存在しております。模型は日本石油輸送所有の緑とグレーで塗装された車両を再現、タンク体の溶接ラインが変更された後期型を再現、車板は選択式で転車シート付属、常備液は選択式で転車シート付属、車体表記類は印刷済み、出荷状態で R490 走行可能、ただし SG 線形は除きますとのことです。
初期事項としまして HO727-728-729-732 は生産中止となります。またトミックさんからはタンク貨車を楽しもうということで常備機のお話、それからコンテナ車との並結、ガソリン以外も運ぶ、そして多機船型の経営におすすめの機関車はこちらということで EF210 型各種、EH200、EF64 1000番台、DF200、DD51 をラインナップしてくれております。こちらのモデルは HO742 私有貨車多機船型日本石油輸送、2025年4月の発売予定です。以上となります。ご希望のモデルは入っていましたでしょうか。皆様の模型購入の参考になれば幸いです。 SL 万越物語、おこじょがラインナップしてきましたね。 C57185 機とともに欲しいモデルですよね。また北海道で活躍したキア82系がラインナップしてきました。細かいところでオリジナリティが再現され、北海道機動車特急ファンにはたまらないのではないでしょうかね。皆様ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。